ラゴンダ・ラピードは、イギリスの高級スポーツカーメーカー、アストン・マーティンが1961年から1964年まで、生産していた4ドア GT カーである。1906年、ウィルバーガンによって起業され、1907年から自動車の生産を始めたラゴンダは、ロンドン・エディンバラや、モスクワ・サンクト・ペテルブルクの行動レースを始め、ベントレー、アルファ・ロメオ、ブガッティなどの競合に越し、 ルマン24時間レースでの優勝経験も持つ、レーシングカー直径の高級スポーツカーの生産を得意とするメーカーであった。しかし経営は常に不安定で、M45R ラビードでルマン優勝を果たした1935年には、アラングトに買収された。第二次世界大戦後、自動車業界が大衆車の大量生産を中心としたビジネスに切り替わると、 ラゴンダはその波に乗れず経営破綻に陥った。1948年にラゴンダを買収したのがギアとトランスミッション、農業用トラクターなどの製造会社のオーナーであったデビット・ブラウンであった。彼はこの前年4連覇を含むルマン・五章の栄誉に輝きながらやはり経営状態が悪く似た境遇にあったアストン・マーティンも買収している。ブラウンの経営の下で アストン・マーティン参加となったラゴンダは、顧客層の近いアストン・マーティンとの住み分けのため、4ドア車専用のブランドとなった。そのラゴンダ復活の試金石となったのが、ラゴンダ・ラピードである。ラピードは、その社名を、ルマン24時間レース優勝者である M45R ラピードにちなみ、1961年から1964年にかけて生産が行われた。 メカニズムやコーチワークはアストン・マーティン DB4 を元にしている。スタイルはゆったりとしたアンダーボディと小ぶりなキャビンを組み合わせた伸びやかなプロポーションであり、控えめのテールフィン、フェラーリ 330GT にプラス2シリーズ i のチャイニーズ i にも似た異形の4等式ヘッドランプ、フォードエドセルにも似た超円形のラジエーターグリル、その左右に配された、 アルファロメオ1900スプリントやジュリエッタのような、ゲ状のサブグリルなど、その時代までの流行が散りばめられていた。しかしラピード独自の新しい提案はなく、評価はかんばしいものではなかった。ただし、車体は、アストン・マーティンのセールスポイントともなっていた、スーペルレッジエラ工法で作られており、内装もイギリス製高級車の文法通り本革が、ふんだんに使われ、 ウォールナットのダッシュボードとピクニックテーブルを備えるなど、税が尽くされている。ラピードには、新設計のアルミ製、直列6気筒 DOHC の 4.0L エンジンが用意され、それは、その後 DB5 にも流用された。ブレーキ配管は完全な二重計で、サーボ付きのディスクブレーキを備えていた。目新しいところでは、リアサスペンションに採用された、車軸券かながら、デフを、 バネ状化そうとしたドディオンアクセルがあり、これも DBS まで使われることになる。親会社のデビット・ブラウン製4足 MT も用意されたが、車の性格とユーザーの思考を反映し、完成車のほとんどが4足 AT で出荷されている。生産は受注に基づいて行われ、価格が4950ポンドと非常に高価であったこともあり、 総生産台数はわずか55台に止まるが、そのうち48台の現存が確認されている。新生ラゴンダブランドの復活は4年間と短命に終わったが、その名は1974年に発表されたアストン・マーティン・ラゴンダに継承され、ラピードの名は DB9 の4度アバン、コンセプトモデルとして2006年に復活を遂げ、その後アストン・マーティン・ラピードとして2010年より、 生産されているありがとうございます